この状態から揚げられるんですか？上がってるものをどうしても減っちゃうんで、最後揚げ直して、はい。油の温度って大体どういう温度ですか？200ですね。200。はい。もともと親父からで、それは昭和37年、はい、僕が2代目ですね。他の、まあ、町中華って呼ばれてるようなお店となんか味が違くて、なんか中華だけじゃない味のような気がして、そこってなんかあったりするんですかね？いや、特にないと思いますけど、はい。でも先代のお父様からずっと引き継いだ味をそのまま提供していると。あ、そうなんです。片焼きそばに使われるスープとかってどういう感じなんですかね？もうごくごくフラットに、はい、鶏のもみじと、豚骨と、あとは香味野菜で、うん、癖のないスープで。ああ、はい、確かに他のお店と比べてなんか味はすごいしっかりしてるんですけど食べやすくて、他に調味料はもうごく一般的な中華料理で、そうですね、もう塩味の素、醤油、砂糖、あとは生姜を少し。あ、はい、なるほど。ちなみにこちらの片焼きそばって他のメニューに比べて提供する頻度っていうのはだいぶ少ないです。少ないですか？美味しいですけどね。やっぱりラーメンパーセンテージから言うと、はい、3% ぐらい。